どうも、ご必見です。本日は土曜日。さて、作業を始めていきましょう。これなんだ、ビニールテープ。昨日でやっとこの辺が終わったので、配線もね、綺麗にちゃんとまとめて、長さも調節してやっときました。で、これはホーン取り付けたら、ここと一緒にしてこの辺にこう来ると思うんだ。こっちもね、ここもちょっと作り直してやった方がいいかな。マイナス落ちだと思うんで大丈夫だと思うんですけどね。で、これは組み込んだ時、これと繋がってんだよね。これの電源2個いっぺんにいってたよな、確か。これもちょっと直して、これいる？まあ、あった方がいいのかな。多分これね、熱がね、こもっちゃうんだろうね。なんか作り的にね、ここまでフェンダーバホーンってきちゃってるしな。そうだな、空気を入れるよりも排出する方へ向けてやった方がいいかもしれませんね、つけるんだったらね。まあ、もしこれで何も問題なかったら、まあ必要はないと思う。まあ、あれですけどね、せっかくついてるからそのままにしてあげてもいいですけどね。入れるじゃなくて空気抜く方へ、どっかね。まあ熱気なんか困らなきゃ困らない方がいいのでね、やっぱり。そうだな、パッと見なんか熱があれなのかな、抜けづらいのかな。まあいいや、とりあえず作業を進めていきましょう。その辺は後で考えりゃいいね。ではですね、今日はですね、これです。ドアのこのね、キャデラックちゃん、油圧のシリンダーで窓の開閉をしてるんですよね。すごいよね。で、こっち側のパーツがダメになって、もうバラシは済んでるんですが、いよいよこれの交換へ、ちょっともうね、届いてる部品を減らそう入ろうかなって思ってたんですけどね。よし、これあれかな、ここ緩めてオイル抜くとビショビショ出てくるのかな。なおかつここの油圧があれかな、あ、もうね、バネがついてるんで、ここが限度なのかな、これが限度なのかな。まあ、ちょっといろいろね、初めてちょっと僕これ交換するので、コンバーのこの油圧の交換とかね、そういうのはやったことあるんだけどね、ウィンドのこれは初めてやるんでね、ちょっとね、いろいろ調べて考えながらやっていきます。では、まあ、下側と上側は変なクリップみたいのが骨にはまってて、そこにパチッとはめ込むタイプですね。それをどっちか引っこ抜きゃ外れるのかな。というかガラス邪魔ね。ガラス取んないとなんないね。取れるか、おい。本当に2箇所で止まってるだけだろうな。あとの調整もな、取れるだか、これ取れないっぽい、ね、取れないっぽいけど、ここのレールにはまってるだけ。これもこれごと取るんですけどね、大丈夫だろうな。ガラス取んないままない、できねえかな、できねえだろうな、手入んねえもんな。ずっと三角窓も取んないと外れないかな。そんなことはないかな。外れないのが一番困るんだよね。まあ、なんかここで止めろっていう位置決めがしっかりしているので、そこで合わせてら多分なんとかなると思うけど、まあちょっとやってってみよう。とりあえず配線を外して、どこへ繋がっちゃってる、抜くとこねえじゃん、切んなきゃなんないね。で、オイルのところを外してってやっていくか。まあ、ちょっとやってってみます。
今ねここのネジを外したんですけど、やっぱ外れないっすね。こっち側のステーまでひっついてるんだな。やっぱり外れないじゃないっすか。ここのステーね、映ってるかどうかわかんないけど、ここもここについちゃってんだよな。乗っかってるだけかなとか思ったんだけど、違うね。違うよ。で、このステーはここの骨組みにくっついちゃってんだな。これ全体で取らなければならないということですか？こっちのユニットの部分が外れるのかな？それとも。これが外れるんだな、ほいじゃ。そうか。外れるだか、こんなでかいの。あ、これがついてなきゃまだ上がんのか、でも上に。でもどうやって固定するんだよ。よっしゃ、当たった。重いんでね。よし。もっと軽く上がって。これここでなんとか抑えられないかな。そーっと下ろして。先にだからこの配線と、これをちょっと外していきましょう。ちょっとやってみますね。そーっとね。気をつけろ。鉄板一枚向こうはもう外だぞ。ボディだぞ。絶対脱げねえよな、こんな。ちょっと待って、こっちから。これ、最初にここの1枚を出すだか。なんとかすりゃ抜けるような気もする。ちょっと待って。ちょっと待てよ。ちょうど抜けないぞ。ここからはこうは出るんだよね。ただ横に1本長いのがあるから、これ外れねえだろ。あ、取れた。あ、こうすんのか。いいや。ということで、サクッと取れたので、サクッと取れねえよ。ちょっと向こう持ってって、上からもオイル漏れてるよ。ねえ、ほら。ちょっと向こう持ってっては外してお掃除しましょう。ねえ。きっちゃないので。まあ、特に下回りとこの辺ですね。ここからもオイル持ってたので、もう、ビトビトです。ちょっと掃除しましょう。ねえ。まあ、おかげでね、錆はないって感じですよ。ちょっと掃除していきます。はい、だいぶ綺麗になりました。裏も表も油汚れがすごかったのでね、とにかくお掃除お掃除、洗浄洗浄ですね。よし、ほんでここにレールがあるんですけど、この中には新しいグリスをちょっと詰めといてあげますね。古いやつ今からちょっともう完璧に洗い流してね、新しいやつを入れて、でこいつも外して、付け替えてっていう感じかな。はい、レール外してピカピカにしました。で、これでグリス塗って、また差し込んで、うん、ここも全部お掃除したんで、ジャリジャリしてたからちょうどいいでしょう。よし。さて、それでは、こいつをここに組み込む前に、シリンダーを外しましょう。ちょっと待って、本当に丸っきり一緒かどうか、ちょっと一回見ようね。うん、ちょっと開けていきます。なんとか外れたはいいけど、なんか若干ね、気のせいか、俺ね。気のせいか。同じか。そうすればいいか。あ、同じだな。同じだ。ここの長さが違うから、長く見えたんだな。よしよし。じゃあちょっとはめていっちゃいます。はい、交換完了。すごい仕掛けだな。そんなに苦労せずに、でも交換はできるね。頑張れば。頑張ればですよ。よし、じゃあちょっとレールを元通りにしよう。はい、新しいグリスを塗りました。こっちにもちょっと塗っといてやるか。可動部には全部ね。うん、さあ、それでは、全部の可動部に油を塗っ
ってレールも元戻したので、ちょっと元へ戻していきます。よし、さて元に戻す前にちょっと待ってよ、もう一回掃除する？大丈夫か？もう、ちょっと待って、ゴミだけちょっとあれか、掃除機するかね。こう分かりますか、まだゴミがいっぱいあるんで、それで穴が詰まっちゃうとまたね元になるので、サビ湿気だなんだで。よし、ちょっと待って、これ全部取って、ワッシャーがあったはずだけど、あった、だいぶ綺麗になった。奥の奥もほじくり返しておきました。 100% 取りきれないけどな、届かないから。だいぶ綺麗になったと思うよ、これで。よしよし、うん、まだ出てくるな。よしよしよし、ではちょっとまたガラスを上までやって固定してつけていきます。入れてくぞ。どうやってやったっけ、こう入れたよね、確かこうだよ、こう、うん、だこうやってやれば簡単に入れねえんだよし、これがもうちょっとこっちだったな、よっと、今のうちにこの辺まで一応置いといて、でガラスの、ガラスはいいか、後で先にこっち止めよう。ちょっとこのワッシャーだけ変えようかな。はい、止めれました。こう真ん中にね、こう補強の板があるもんでね、指がこう、こっちはまだいいんだけど、こっちがねなかなか苦労しますよこれ。うん、まあいいや、とりあえずなんとかなった、うん、これでちょっと待ってよ、これ緩んだりしてないよな、よし、うん、大丈夫だ、ちゃんと入ってる。時々こういうのがね緩んでる場合あるんで、新品買っても。よし、じゃあガラスをさっきの位置に止めて、ホースつなげて電源ですね、ちょっとやっていきます。はい、元通りにしましたので次はウィンドですね。さっきと同じところで、止めてみたいと思います。さて、今ボルトナットのところとかはめれたんだけど、よっこらしょ、いてて、ここの位置とここの位置で合わせなきゃならないので、なかなかな、なかなかむずいぞこりゃ。ずつやっちゃうと合わないな、多分一番の端で行きたいって、こっちの方がちょっと下だったんだよな。 あ合わせると同じとこに行くのか、そうか、同じ位置だ、印してくれてるから楽だ。よし、では配線を元に戻す。ちょっとね、その前にね、今のうちにちょっとねモールを外しちゃいますよ。あのオーナー様に言われてリクロームに出すんですが、うわーすげえ汚ね、今のうちに外そうね。よし、反対側もちょっとだから今から内装をばらして取っていくんですが、リクロームが上がってくるまでは、あれ、これ外れない、もしかして、なんだこれ、変なのくっついてんの、なんだろうこれ。
ちょうどね、ここにもう一個ボルトがあるんですよ。うん、で室内側からはアクセスができない、もうここがドアなんで。で、じゃあどこにあるのかっていうと、ここから覗くと分かるんだけど、あるんですよ。でも袋になっちゃってるから手が入らない。こう下側もね、こういう袋になっちゃってるんで、どうやったってこう手入んないよね、こんなの。入んねえの。入ったわけに手が抜けなくなるぞ。ちょっと待ってよ、こうすりゃ入るとか。入んねえな、どうやったって。うん、ますます入んないじゃん。ここを外すしかないですね、この袋になってる部分を。これだけどフェンダーにくっついてるでしょ。これがなきゃ取れるな。ここ取ったらこれだけ取れるだか。取れそうな気もするな。この1枚がなきゃ手入りますね。これ取ったらフェンダーがガタンと落ちちゃわないよな、いくらなんでも。下で止まってるから大丈夫か。ちょっと外してみますね。大丈夫かな、女の。はい、取りました。よかった、これ取ってもガタンとかならない。でボンネットはね、こことは別なので大丈夫だと思ったんですが、ここのね、これで手が入るんですけど、ここの中。よし、ちょっと外そう。いや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 、どこ行った。大丈夫だね、動かしても落ちたりしてないね。大丈夫だね。よし、これでちょっと待って、手探りでいきますね。だいたいここだ。あったあったあった。はい、外れました。よかった。なあ、俺ちょっと苦労するね、外すのに。まあまあバラさないとだ。ではちょっとこれは保管しといて、フェンダーのやつを外す。お、これ中のやつも取っといた方がいいな、これね、クリップ。なんとか外せましたね。だけどこれ1本折れてるね、これね、両方なきゃなんないんだけど、うん、その折れたやつは中にはない。多分これも新品売ってんだろうけどな。まあ止まりゃいいのでね。止まりゃいいのでね。よし、ちょっと外していきます。こっちのフロントの方は全部フェンダーの中から手が届くかな。ちょっと待って、狭いよ。届かねえな。潜ってやんなきゃダメ。ちょっと待って、もうここがインナーフェンダーなんですよ。でもまだあるでしょう。ちょっと潜ってみますね。ダメですね、さすがフェンダーの中。あのボルトだけね、錆びてるんですよ。他は綺麗に塗られてるのに、錆びで固着して外れない。ちょっとラスのペネちゃんをくれよ。あ、起き上がれないよ。よし、はあ、はい、外れました。よかったな。もうね、こっち側はそうでもなかったんだけど、やっぱこのなんていう袋になってるとこだけね、サビサビに錆びてましてね。よいしょ、この最後の方の2本、これだけ苦労した。あとはすんなりいったな。よし、じゃあこれも外して、モールのあの止めが違うんだね、前と後ろで。よし、ちょっとこれ外して保管しよう。大きさも違うんだね。だんだん細くなってくんだな。そうか、気をつけないと。ではこっちが左側だね。左も右も一緒だか、同じっぽく見えるけど、一応念のため左は左で右は右でね。よいしょ、印をしといて分かんなくなっちゃうので、うん、一応書いておきました。で黒目さんに出すとき、
左はあの方、まあ、左と右で出すんですけど、左は左で分かるようにしといてくださいっつって出します。うん、じゃあ反対側もバラしていくんですが、反対側はちょっと内装もバラ、またバラさなきゃなんないので、ちょっと休憩してからやりますね。ポカリスエットのもうダラダラ汗かいてる、こんだけで